もうあの鈴鹿のね、これチンケミがね、チンケミ残ってるの、チンケミね、これほらチンケミね、これはい、チンケミの儚き味の糸哀れ、なんか変な歌になってて笑われますけどね。もうね、こうボロボロなんですよ。コガネムシがね、やられるわね。もう本当に鈴鹿はね、災難でしたね。はい。だけどね、これね、すごく甘いんですよ。あ、マスカットの味。これチンケメやからね、ここまで置いといたらね、すごく甘い。うん、美味しい。マスカットの味が凝縮してて、あ、美味しいな。もう来年もね、本当に鈴鹿をね、きちんと育てなきゃダメですね。もう見てください、これもう。みんな、もうあの、ちょっとした、きちっとやってはる人なんか見たら、ね、何やってんだって言って、全部コガネムシにやられて。はい。それでもう、ね、もうアウトになりました。鈴鹿もこれでアウトでございましたね。はい。まあ、あの、うん、来年はね、もうちょっとコガネムシももう一回考えてね、やれへんかったらダメですね。そうでないと、ちょっとね、っていう感じになりまして、あの、ジュエルマスカットとかね、それからネオマスカット、はい、それとあの、保全したあの、ね、シャインマスカットはやっとこそこれ出てきたんですよ。でもまだこんな苗なんでね、もう見るも無残ですね。はい。はい、皆さんこんにちは、X ヨッシーです。いつもご覧いただきまして、ありがとうございます。7月の末になりましても、8月。ですよね。もうあのブドウのとこね、そのイチジクはかなり実ってまして、まあ収穫の、まあ、こう言ったらいいですけどね、収穫のない日はないっていう感じになっております。はい。ちょっと逆光に見にくいかも分かりませんけどね、あのさ、ハニービーナスとかデラウェアとかヒムロッドシードレスもぶら下がってますし、ここイチジクね、あっちもイチジクありますけど、結構ね、あのこれからね、家っていうと思います。はい。秋もね、それからあのフェイチを実ってきまして、おそらくイチジクのニキドリのやつがね、少しずつ出てくるか分かりませんね。バナーレなんかまだ実ってませんし、熟してませんしね。はい。で、銅品もまだ収穫できてません。ダルマティがニキドリのやつが取れるかな、どうかな、いうのとこですね。あとロードスが秋のね、果実ができるかどうか、それもちょっと気になるところです。まあ、そんなところでね、あの、まあ、あの、もう収穫終わったやつもね、どんな風な、あの、気になってるかいうのも、順番にね、ご紹介したいと思いますし、またその時の管理方法なんかも、まあ、参考になればということで、ご案内したいと思います。はい。キャンベルアーリーはね、もう、アーリーですね。アーリーというのは収穫と早いという意味ですよね。ですからもうあの、これ収穫いたします。今年のキャンベルアーリーはね、クレジット 2.5 にしておきましょうか。5房ぐらいできたんですけども、あとはもうポロポロ売ったりとかね、まあ、あんまりあれでしたんで。ですけどまあ今年はですね、黒糖病にならずに、まあここまで来れたというのは良かったかなと思います。はい。まああの、これまだ、熟してるとは言いましてもね、酸味が抜けないんですよ。まあ、ここをね、どう評価するかいうところなんですけどね。まあでもあの、ぶどうらしい味はするんで、結構ね、あの、懐かしいファンの方はね、多いと思いますよ。はい。キャンベルアリね、収穫いたしました。まああの、同じような形のね、鈴鹿もできてましたけど、いまいちちょっとね、あれもあのまだまだ気が若いんか、うまくいってないですよね。はい。まあ、そう思いましたね。キャンベルアーリーの方は、まあ、これ以上にはあのよくなるとは思えないんで、木の特質といいますか、その品種的にね。だからまあこういうもんかと思います。ですよね、本当にあのブドウらしいあの風味が口の中にプンと漂うのはね、なかなかのファンが多いと思います。まあ、ジュースとかね、そういうのにやるとね、結構風味があるというね、あのコメントもありますんで、まあ、それはね、期待したいですね。今日はね、このヒムロートシードですね、もうポロポロポロ落ってきてるんですよ、実が。もうですからね、これもあの収穫しちゃいます。この房が一番ね、あの今年あの一番最大だと思います。
これそうですね、15センチ以上ありまして、もうねずっしりと重たいですね。あ、もうポロポロポロ持ってきますね。これ取りましょう。ちょっと汚いですけどね、この辺もバラ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 折ってきてますんで、これも全部ね、もう取っちゃいます。ほっといたら、鳥がね、来て味覚えちゃいますんでね。ポートランドのね、もうこれラストのね、取り忘れた房なんですよ。ですけどね、これね、すっごくね、甘くてね、美味しいんですよ。これね、ちょっと食べてみるとね、香りが良くて、完全完熟になってるんで甘いんですよ。で、すごくね、美味しい。種があるのはね、ちょっとなんですけどね。ですから美味しいですよ。うちの娘がね、このポートランドを食べた時にね、何の味に出るかって言ってましたら、お菓子のグミがあるでしょ。あの味に似てるって言うんですよ。まあ、若い子はね、結構グミって私はあんま食べないけども、あ、グミってミーのグミじゃないですよ。お菓子のグミですよ。なんかこう、寒天みたいな、こう、プニプニしたやつね。あれに似てるって言ってました。だから、グミの好きな人はね、ポートランド完熟で食べてもいいんじゃないかなと思って。ついついこの残り服のね、ポートランドの身ね、美味しいな。ついつい食べてしまいました。まだ完熟してないと少し酸味はありますけどね。まあそれはそれでちょっと爽やかな感じかなって言いますけど、完熟したやつは本当にね、甘くてうまいですね。香りが良くて。はい。まあポートランドね、ご興味のある方はいっぺん育ててみていただいて、その完熟のね、こう身のね、味わいをね、ちょっと楽しんでください。うふふって言って、なんか気色悪い声出してますけど。あ、実際本当にうまい。甘くて、香りが良くて、美味しいです。はい。ポートランドね、はい、覚えててください。近江ガマの方なんですけどね、身はついとったんですけど、やはりね、この体力ないんですよね。大きな身をやっぱり鳴らすというのは、やっぱり相応な体力いるんで、やっぱ落ちましたね。自然落下しましたね。はい。まあ来年あたりは少し実るかなって思うんですけどね、どうなんでしょう。まあ熱帯果樹はね、本当に大地がちょっと思ったほどうまくいかなかったんで、ですから、またね、来年はまあガバとか、アテモヤなんか、なんかわかりませんけどね、そういうのをちょっと育ててみるのもいいかなと思ったりしますけど、まあどっちみちね、もうでも、熱帯果樹もね、ある程度こう、分かってきたら、もうそれでという感じになるかわかりませんけどね、はい。はい。さて、いかがだったでしょうか。今日はこの辺でね、失礼いたします。また多くの皆さんとこのチャンネルでお会いいたしましょう。ではごきげんよう。さようなら。